おはようございます。今日はですね、番組でちょっと移動するので、コロナの検査をしてくれということで抗原検出キットというのを送っていただきました。これでちょっとこの陽性か陰性かを見れるということですので、ちょっとやりたいと思います。この鼻腔、鼻の方ですね、鼻腔を鼻腔でやりたいと思います。鼻腔、鼻腔をきれいにし、スワブ、スワブというのをこの中に入れる。もう鼻腔から通して下の鼻の道から、さらに鼻の咽の頭、なんていうんですかね、鼻咽頭の最奥まで進め、鼻咽粘膜で回転しながら10から15秒後に引き出します。恐ろしい恐ろしいこと書いてます。要は奥まで入れて10から15秒回転させろってことですよ。自分ではできないので、10から15秒できない。これダメだ、テレビで見たことあるな、眠かされたってなってるの見たことある。自分では無理だな。よし、オッケー。ありがとう。よし、粘膜ついた。そしたら、ハロー。ハロー。そしたらですね、このチューブに、こちらのチューブがあるんですけど、チューブに、なんていうんですかね、緩む口液を10滴入れます。そうしましたら、スワブをチューブに入れます。スワブを回転させて、ヘッドをチューブの内側に約10秒間、スワブを回転させて、ヘッドをチューブの内側ですね、に10秒間押し付けてください。押し付けながら、取り出します、取り外します。要は今液体と粘膜を混ぜ合わせてるっていうことですね。ただこうやって10秒間、要は液体を切ると。そしたら、だけ多くの液体を排出するためにチューブを押し付けながらスワブを切り出しますと。スワブ
目にしめて柔道を振って溢れる可能性があるので気をつけてください。医療カセットに3個のチューブ内の液体を入れたら検査を開始し、それから検査キットの方に、こちらの方に3滴。こちらですね、検査キットというのがありまして、これに、液体を3滴加えると5分から20分で検査結果が出ますという。ですんで、こちらの方に見てください。このところに液体を垂らすと3滴いきましょう。これで5分から、20分待つと結果が出るということですね。ちなみにですけども陽性ですとこの C と T のところにラインが2本出ると。で陰性ですと C だけにラインが出る。で T にラインが出ると無効、もしくは何も出ないと無効というね、2本出てると陽性かなんだという。でちょっと待ってみましょう。あ、今こうじわじわじわと分かりますか、液体がここから流れてる。わかりやすいですね。私はもうすぐ出ました結果。今液体がいいですか、こちらから液体がこのようにですね、ここからこう流れてくるんですね。で手前の T が陽性の場所なんですけど、あ、じゃあ向こうと陽性なんですけど、こう私はもう通過してって今 C のみがラインが出てるという。わかりますか。なるほどね、こんな感じなんだね。ということで私はもう今結果が出まして、無事陰性だったということが出ました。見えますかね、これちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こちら、はい、C だけなので、陰性ということになります。よかったです。これでちょっと報告したいと思います。鼻の中は多分なかなか自分でやってきないので、わりかしその自分に対して恨みを持った方にすると結構奥までやってもらえるので、よかったら試してみてください。よかったです、あらばなかった、助かりました。じゃあ報告します。Hehehe